皆さんこんにちは。軽井沢ブルーの空がとても綺麗なお昼下がりです。今日はとてもですね、日差しもちゃんとしていて暖かく、カメラを交換していても全然寒くありませんでした。それでですね、もう皆さん画面で気がついていると思うんですけれども、水場と餌場のレイアウトチェンジをちょっとしてみました。問題点は先日より稼働を始めた水小僧なんですが、水小僧の水がですね、石の各合室くぼみに溜まってしまってですね、ひまわりと一緒になって、水出しひまわり茶になってしまうと。で、まあ稼働後ですね、すごく寒い日はなかったので凍りませんでしたが、まあ、実際にはちょっと寒ければ凍ってしまうという状況で、氷の中のひまわりの種は食べられないというようなことが起きてしまう状況でした。そこでですね、実を言うと、餌皿にはちゃんと水抜きの穴がしてあるので、がっつり凍ってしまうということはないので、餌皿にするしかやはりないなと。で、今日チャイチョイさんからですね、ご提案もいただいたように、石の下に、あったかマットを差し込んでですね、寒い日、これで、電源を通電しておけばですね、上の2号室、3号室、4号室は凍結を免れる可能性が高いと思います。5号室はちょっとね、これ見てわかるように下にマットが回っていないので、カチカチになっちゃうんでしょうけれども、こんな形で2、3、4、5号室を、水場に変更しました。また1号室はですね、同じようにですね、これ見てわかるんですけれども、あったかマットが1号室の下には入っていませんということで、1号室ですね、やはりカチカチに凍ってしまうだろうということと、1号室にひまわりの種がないとですね、目の前に小鳥たちがなかなか来てくれないということもありますので、リスのチャッピーもね、ここで食べてくれれば眼前チャッピーになりますので、ということで1号室だけ、ひまわりの種を入れてみました。ひまわりの種を入れた餌皿は大皿と中皿を使っています。さっきまで出てたのは小皿なんですけどね。大皿、中皿、そしてこの1号室でだいたい前でいう種の2トン、は入れられております。3トンはちょっと無理かなと。イカルさんが入ってくるのをなんとか阻止できればですね、種の2トンで2日は持つんじゃないかと思っています。それから交換したカメラですね、こちらになります。保護カバーを巻いたので、ちょっとカメラの形が変に見えますけれども、ちょっと直射日光 などがバッチリ当たっちゃうんでね、保護カバーをつけています。それからこれがですね、水小僧の1番、手前から、餌皿の上を通して向こうへ放水をします。で、この奥にあるのが、水小僧の2番になります。こちら、猿がですね、この手すりの外側からなら平気だろうみたいなことでどうしてもやってくるので、今回、前回の時から試しにしてましたが、ここの、フェンス横を狙って、横向きに、放水をする形になっています。それから、水小僧にあたってペシャペシャになっていたモフモフなんですけれども、水小僧の、エリアを少し、放水エリアを少し絞ったので、手前側の方に、手前側っていうか画面に映りやすいちょっと奥にありますかね、1号室と2号室の間の上にモフモフも移動してみました。こんな感じで、どんな形になるのか、しばらく様子を見てみたいと思っています。ちょうどギリギリ日陰になってきちゃってですね、日陰になる前に撮れてよかったんですが、そう言ってる間も小鳥たちはどんどんみんな来ています。さあ、
それではこれで片付けて私は帰ろうかと思っています。あ、お庭の方ですね、お庭の方もですね、これ見ていただくと分かるように、まだ緑のものは一切ありません、ここにですね、あれはシャガかな、の木と、あとこれはあの、境界線に植えたモミの木、これは後から植えた、もともと地のものじゃないんですけれども、境界線として植えられているモミの木がちょっと緑ですね。今朝のお猿さんはこのフェンスからこの目の前のこの水木ですね、この水木に向かって飛び移りました。よくここを登ったり降りたりしてですね、グラングラン揺らして遊んだりお猿さんはしています。こちら、皆さんに心配をかけている倒れそうな木ですけれども、実はだいぶ右に傾いていますね。あと1年持つかなという感じですが、それでも、キツツキさんが、木の幹を叩いてですね、枯れていてもそこにいる虫を食べたりということで、森の中ではちゃんと役目を果たしています。あ、奥の方にスキー場が見えますね。夏になるともう全然見えなくなりますけど、これ軽井沢プリンススキー場になります。で、その手前が駅やアウトレットということなんですね。ということで、今日はこの辺で引き上げますので、よろしくお願いいたします。